はい、どうも皆さんこんばんは。今回はですね、走り屋ドリフターでちょっとリクエストいただきまして、効率のいいお金の貯め方を教えてくださいと、いうですね、リクエストをいただきました。でちょっと今回はそれについて、紹介したいなと思います。まあ、あんまりちょっと高い車を使ってしまうと、その車を手に入れるまでできへんのちゃうみたいな風に思われてしまうので、もう今回はですね、このわずか、まあ、2万ちょっとで手に入るシルビア S13 ですね、こちらを使って、やっていきたいと思います。まあ、まず最初にどのステージをやるのかと言いますとですね、キャリアを始めるという方の、こちらの、レベル17ですね。まあ、ここまでちょっと進めてもらって、でレベル17のミッション3ですね。まあ、ミッションはミッション2も結構効率的にはまあいいかなと思うんですけども、やっぱ1番となるとですね、こちらのミッション3をやっていただくということで、こちらになります。で、まあ、一応ですね、まあ、僕のちょっとセッティングを全部、紹介しておきます。まずですね、前輪の調整は、こういう感じになっております。まあ別にはここら辺、まあ、キャンバーとかついてるついてないとかもまああるんですけども、そこら辺はねあんまり関係ないんちゃうかなと思うんですけども、まあ一応紹介しておきます。そしてエンジンがですね、今 2JZ が乗ってて、まあ、一応マックスにしてやると240、それでも240馬力なので、そこをですね合わせてもらえばいいかなと思います。ちょっとこれアップデート前なので、ここら辺が今初めてやった人はどうなってるかわからないんですけども、まあエンジン、こちらのですね、まあ安いエンジンですね。これも多分8000ぐらいかな、8000ドルぐらいの安いやつ、この 2JZGE、 もうこちらの、これ多分最初から乗ってるやつですかね。かなり非力な、これ空にしたらどうなるのかな、空とかありますよ。で、操作方法の方はですね、僕は矢印でやってるので矢印操作で、まあ、ステアリング感度とか関係あるんかなと思うんですけども、一応 50% で、ギアボックスは、オートマにしております。これでいいでしょう。はい、では行きましょう。こちらですね、レベル17のミッション3行きます。はい、まず始まったらですね、ちょっと車間開けといて、もうあとはもうどんどんドリフトしまくると。ちょっとまあ峠コースなので、スピードゆっくりめにして、まあしっかり運転してですね、まあコンボはこう途切らせることはなく、まあ、若干まあこういう風なちょっと不格好なドリフトにはなってもいいと思うので、とりあえずですね、まあこう壁にガシャンとぶつかって、まあスピードが大きく止まってしまったりとかですね、しないように気をつけて運転していきましょう。ああちょっとこういうのがねやばいんですけども、まあ、こういう場合もちょっとこうまっすぐ走ってすぐにサイドブレーキ引いて車体を振れば、一応ちょっと今めちゃ喋りながらやってるのめちゃ下手くそですけど、でも大体まあ2万5000点から3万点ぐらい取ればまあ1位はいけるかなという感じなので、大体ですねそれぐらいを目指してコンボをですね続かせましょう。まあまあまあ いい感じにいけてると思いますけどね、どうかな。まあちょっとコンボが途切れてしまうともうちょっと厳しくなってきますけど、まあ今まで2万点超えましたね。まあしゃべりながらやらんかったら、まあもうちょっとこういい感じにドリフトもできると思うんですけども、やっぱりしゃべれるとですね、車のゲームはしゃべるとすごい難しくなりますから。あでももう3万できましたね。はい、まあこれでも OK です。あとはもう適当に運転してもいいかなという感じです。まあ結局はですね、最後のちょびっとしか適当に運転できる時間っていうのがまあないんですけども、はいはい、ちょっとですね、広告を見るっていうボタンを、出てくる前にですね、もう押しちゃったんですけども、
まあ、ここら辺にですね指を置いてたらもう勝手に広告が始まってしまうので、ちょっと勝手に広告を見ちゃったわけなんですが、まあ、これですね、クリアすると1万ドル、まあ、これ一応2分半ですね、2分半の運転で1万ドルで、まあ、大体まあ15秒か30秒の広告を見て、2倍になるので2万ドルということでですね、まあ、大体3分で2万ドル稼ぐことができます。だからですねもう30分やったら、もう20万ドルということで、もう ほぼほぼの車が買うことができますよね。はい、まあ、あのちょっと30分やり続けるのはまあしんどいと思うので、まあ、ちょこちょこですね、まあ、10分くらいを1日こう何回かに分けてやればもうそれで1日でもう20万ドルとか普通に稼ぐことができるので、まあ、ちょっとまあもしかするとここにたどり着くまでが難しかったですね。このキャリア開けていくのが難しかったり、まあ、この峠2自体がまあ難しいっていう可能性もあるので、もしですねまたそこはちょっとコメント欄でこのステージ難しいですとか、まあ、そこまでのそのキャリアに行くまでのちょっと過程のクリアの仕方を教えてくださいとかですね、もうちょっと困ってるところがあれば、コメントしていただけたらなと思います。とりあえずですね今回はこれで終わりたいなと思います。どうもご視聴ありがとうございました。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。